腹すいた。どうもゆきりぬです。この間 Amazon でふーっとねお菓子を探してたら超懐かしいものをつけてしまったんです。ねるねるねるねって皆さん好きですか？私はね小さい時すっごい大好きでめちゃめちゃよく食べてたんですよ。うちのひいおばあちゃんが私がそのねるねるねるねを食べてると強制的にみかんと交換されるんですよ。ダメでしょそんなの食べたら、みかん食べなさいと。小さい時って好きでも1つ2つ買うのが限界だったと思うんですね。だけれども現在御年24歳の君は思いました。もうこの年になったらお腹いっぱい食べれるじゃん。そんなわけでねるねるねるねを100個混ぜてみたらどうなるのかやっていきたいと思います。えっつらゴー。なんて重いんだ。そんなわけでねるねるねるを100個です。初めてこんなでかい段ボールでアマゾンで買い物しました。早速開けます。おお、なんだこれ。入れました。おお、ねるねるねるの100個です。せーの、あー、積み上げます。家が工場みたい。はい、というわけでねるねるねるね1000個、このねるねるねるね100個全部混ぜていきます。ねるねるねるねの作り方はまず1番の粉をで水と一緒に混ぜたら、次2番の粉を入れて混ぜます。キラキラの粉は最後につけて食べるみたいなので、これ取っておきましょう。まず1番の粉を取り出すの、こっからマジか。はい、というわけで1番の粉を出し終わりました。すごい重いんですよ。しかも机の上が火山灰が積もってるみたいな感じで、ちょっとザラザラしてて大変ですね。それじゃあこれに水を入れていきます。1つに対して 5cc なので 5×100 で 500cc をこの中に入れていきます。いきます。ひょー、おおおお、あ、溢れる。すごい勢いで青くなった。おお、おお、少しずつ混ぜていきましょう。おおおお、だんだんトロトロしてきました。わー粉が多すぎてシャクシャク言ってます。あー、これ大変だ混ぜんの。よし、大体あらかた混ざったので残りの水を混ぜていきましょう。これね、だいぶね混ぜやすくなるんじゃないかなと思うんですよ。混ぜやすくなるはず。え、ちょっと待って、やばい、水入れるの遅すぎたのか分離してる。あー、腕がつらい。あー、こぼれた。一応混ぜ終わったんですけど、このボウルいっぱいのところに2番の粉が入れられないので、パスタ用に使っている鍋を用意しました。この中に移します。全部、おー、結構収納できる。余裕のよっちゃんでしたね。よかった。あー、全然こっちの方が混ぜやすい。じゃあこれに次2番の粉を入れて混ぜます。とりあえず半分ぐらい入れました。あー、色変わってきた。すげー、見てほら、さっきまで青かったのが紫が混じるようになりました。楽しい。すげー、すげー、急に粘度が上がった。なんかね、膨張してる気がする。どうしよう、混ざんない。あ、すごい、やばい、楽しい。よいしょ。あ、あー、やだい。すげー。それじゃあキラキラの3番の粉を全部出したので食べてみたいと思います。いただきます。おー、あ、時間が経つとふわふわになってる。すげえ、豪快にいきましょう。これでいきましょう。いただきます。え、ちょっと待って待って、いけまーす。せーの、酸っ